香港チャンネル。質問が来ております。はい、この前、火力とか石炭を、まあの発電をやめるちょようにデモをしている若者たちの話を取り上げたんですが、はい、石炭火力をどうしてもこう今やめたいみたいな人に対してなんか面白い画像がありますよっていうのが来てまして、はいはいはい、あれでしょ、あ、原子力応援チャンネルかなんか、原子力応援チャンネル、ね、私別に推進でも何でもないんですけども、この動画中が、ね、まあ皆さんも見ていただければいいと、日本の石炭火力ね、6コマ漫画みたいなので、はいはい、1が日本の石炭火力をやめさせたいとの相談ですねって、はい、相談しに行ってるんですよね。そうですね。 では受付の方は、はい、ほんなら、では原子力か天然、ガスはいかがですかと勧めました、はい、で聞きに行った人が、すいません、原子力がちょっと、天然ガスも CO2 出るのでと、って言うたら、ほんな受付の方、では再エネ導入のために電気代を大幅に、値上げするか、今の生活水準を下げるかしかないですねって言ったら、いや、電気代はこのままで生活も変えたくないんですと言うたら、その受付お帰りください、理想論ばかりでは、国民が死にますよというところで、6番目はキョトンとしてる顔で、まあ、仕方がないわなと、だから自分が何か犠牲になるってなったら、手引くねんや、ね、自分はなんかそうですね、理想は言うけど、うん、自分になんか迷惑かかるとかね、そうそうそう、自分が生活水準を下げると、うん、じゃあ俺前回言うてん、ほんまにその学生の子がね、うん、もうこれ以上豊かさはいらないって言うのやったら、うん、ほんだら世界中見てみって、うんうん、このエネルギーがないことで暖はどうやって取ってるかとか、うん、ね、そんなもん電気あることでいろいろね、助かることがあるやん、うん、ね、うん、いや本当そうですよね、それを豊かさはって、じゃから自分だけやん、じゃからあなただけはそうしたらいいね、うん、一人一人そうね、うん、ある程度はしたら、うん、ちょっとは変わってくるか分からへんと思う、うん、ね、スタジオ買って寒いとか、はい、暑いとか言うてるけども、うん、いやいやいや、うん、それやったらってもうね思うけども、いやもう全部切ったらええやん、うん、なあ、はい、電気もっていう話やん、うん、だから結局その前上げた動画にも結構コメント欄にも、うん、そういうやっぱ先導してるなんか大人たちがおるんじゃないかみたいな、ね、そうそうそう、ビジネスにしようとして、うん、環境ビジネスにしようとしてる大人たちはいてると思うけども、それに、ね、自分らで今スマートフォン1個あったら、うん、まあ調べてるやん、はいはい、ああ、そうですね、こんな動画もいっぱい上がってると思うね、うんうん、ああ、いや何がほんまなのかっていう、うんうん、っていうのを、まあ、自分らは調べるのか、まあ環境のこと言ってるからスマートフォン持ってないと思うけどそうですね、うん、確かに環境に悪いですからね、そうやろ、はい、全て、全て、うん、ただその環境って言うたその写真があって、はいはい、ね、豊かさはもういらんって、はいはいはい、だからその子の写真貼って本当に、寒さに耐えてるとか外で暮らしてる方々の写真世界中の貼られて、そこ行ってみたらって書かれてたよ、あ、うん、確かにね、うん、現にやっぱりそのね、原子力天然ガスっていうのを嫌がんねやったら再エネですねって、うん、電気代が大幅に上がります、うん、生活水準下げてください、嫌ですって、結局何も変われんのはあなたたちやっていう話、だから俺思うけども、そのね、大々的にやっとるけども、お前ら365日どんな生活してんの、いや、そうですね、ちょっと場合ないたまにパッと言ってファッション感覚で何か言ってたりね、うん、知ってるって、ほんなら365日俺と比べたらどっちが消費電力少ないか、うん、ああ俺自信あるで、うん、海入って海入ってて、まあ、ハイブリッド、ほんで
あの家帰ってもほとんどあの電気つけてへんし、でテレビも見るか見ひんかやし、で絶対おらん部屋は電気消すし、ね、はいはい、うん、俺あれやで、あのマンションの、はい、あのあれやってた時に言うたもん、あの駐車場無駄やん、あんなに電気高校って、あれなんとかならんのかよ。それの今日管理費とかに含まれてるわけですね。そうそう、含まれて。じゃあから蛍光灯1本抜くとか、はい、10本あったら半分でええんちゃうとか、はいはいはい、ほんで、そんなに治安も悪くないから、うん、電灯つく時間も1時間遅らしたら年間なんぼやねんと、はい、うん、っていう話。だエレベーターとかの数字とかも出てくんねん。お、俺あの、会計やってたから組合、マンション組合マンションほんだらバーって出てくる、うわーって、ほんだら何階何階で、うわこれってもったいないなとか思うんだよ。お、だ階段でって、はいはいはい、行けるのやったらとかいうのであるやん、はいはい、そういうふうなこと考えてんのかなって。そんな子に限っていておらん部屋とかテレビつけっぱなしやと思うで。そうですね、俺思うけどな、うん、あのこうやってあのテレビ局行くやん、はい、ね、で楽屋とか行ったら、はい、おらんのにテレビつけてたり電気ついてたりするやん。ありますね、ああ俺ぐらいで全部消すの、出て行く時にね、うん、本番中いらんやん、はいはい、そやろ、皆さん結構そのままですもんね。そやで、誰とは言えへんけどで俺ホテル買って、はいはい、あの出る時、はいはい、全部消すで、はいはい、うん、はいはい、電源も、はいはい、うん、そういうふうにしていかなっていうことやって、そういうことでね、できるだけのことを自分ができるとこでええと思うのよ。俺押し付けるの嫌やねん、お前あれやれよこれやれ、はい、じゃあ家でもみんな電気つけてバーって俺消しに行くもん、うん、あ、うん、できるだけあの、うん、あの空気の入れ替えもあるけども、はい、だからね、若者たちもじゃあでもそれでは無駄な電気は消しましょうとか、そういう、そうそうそう、そういうことをね、うん、そういうふうなことの方が、うん、火力発電をやめましょうって言ったら、うん、な発電がなくなったらどんなことの弊害があるっていうこともあるやん、うん、そうですね、そうですね、できれば、再エネのことを重視できるようにできるだけ、そういうふうにやっていきましょうっていうのが俺はええと思うねんけどね。うち床暖あるけど全然使ったことない、うん、そんなんいらん寒かったら動け、うん、ってなことでございまして、はい、またお会いしましょう皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。そしていいねを押していただければまた私も励みになりますのでよろしくお願いします。香港からのお知らせでした。